って思って。ちょっと。おい、どんてん来たぞ、どんてん。誰や、どんてん。すげえ。なに、このタイミングで入ってきたの、すごくない？どんてん。え、誰？また誰や、どんてん。いや、上から降ってくんのやめて。え、上から来んの。え、これ、バイスさん入れないじゃん。え、このどんてん何？え、あなたですか、これ、どんてん。うわぁ、黒くたよ。車庫入れ派手やな。外から入ってきたぞ。なんだ。てかさ、あれだよね、重なり合ってるよね。あ、見ました。あ、走ってる。どうすんの、はい、どれだっけ。待って。あれ、待って。なんで止めて。止まんない。出れない。止まんない。急いで。出れないって。ああ、殺されちゃいました。誰か。ちょっと待って。どうした、ナローさん。出れない。どうした。行く。どうした。ああ、これ出れないね。出れたんかい。おい。だよ。あ、でもあのバヤさんが殺しちゃった。引き殺したよ。あ？バヤさんが、殺しちゃったもう。あ、ちょっと待って。おい、あいついるじゃねえか、おい。え？何？おい。あ、お前久々じゃねえか、おい。この前面白い。後ろにね。ちょっと待て、新しいやついんな。なんだあいつは。あ、こっち、あの新人っす。うちの新人っす。やば、一番やばそうじゃねえか。なんでお前ここにいんの。いや、俺な、今日な、楽しみにしてたんだよ、お前の配信をよ。あ、俺の配信。ちょっと待って。お前の配信には俺が映るっつうか楽しみにしてたんだよ、お前。長野っちだろ。びっくりしたよ。あんなに反響あると思わなかったからよ。新人族とかもみんな、あんたすごいじゃん、めちゃくちゃ出てんじゃんって言われたよ、ほんとに。すんごかったからね、反響が。ツイッター見たらびっくりした、ちょっと。びっくりしたよ、ほんとに。歩けないよ、外もう。すごいんだから、反響が。ちょっと炎上するかなと思って、冷やしてる。炎上するかなと思ってから。お前さ、ちょっといろいろ聞きたかったんやけど。もう何でも聞けよ、お前もこの機会よ、お前。おい、あいつ、どうにかしろ、あのゴブリンみたいなやつ。おい、なんだあいつ。新人なんだよ。新人なの。コーンの置き方わかんないの？まだ教えてないの？コーンの置き方。お前ってそもそも、うん、いくつよ。俺今年で52だ。52。なんだよ、人の年齢来て笑うとかお前おかしいだろ、お前。ごめん。バリバリ働いてんだけど俺。なんの？何の仕事？パン工場。はい？パン工場。何を笑ってんだてめえだろ、お前。パン工場で働いてんの？お前が食ってるコッペパンも俺が全部作ってんだから、感謝しろよ、だろ、この野郎。ねえ、もういいか？もう今日返してくれよ。ああ、いいよ。ああ、その前に飲酒検査していい？いや、もう、俺飲んでねえから、お前よ。なんで毎回飲酒検査すんだよ、お前。何の癖だよ、それは。じゃあ、口元、はーって、はーって、はー。うわー、シンプルに口が臭い。おい、外かぶったんじゃ、おい、誰や。おい、なんだこれ、もう。この警察官に任せるわ。うん。
それじゃあの、ここくっさ、ここくっさって何？俺？俺の口臭のこと言ってんのか？なあ、この車内くっさ、車内くっさとか言うなよ、人の車乗ってシンプルに傷つくから。うん、いきますよ。え、今日タバコ何箱吸ったのよ？今日2箱40本でしょ。40本よね。40本やばいじゃん、もう。いや、そうだから、それが太陽まとめて吸ったの？まとめて吸ってる、40本一気に。そうじゃないともうダメになっちゃった、体が。バカじゃん。ついたぞ。あ、逃げてる逃げてる、あいつ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 、いや、引かないでよ。あ、また死んじゃったの？また死んじゃったの？おー、また引いてんじゃん。この人はいい人かな、悪い人かな。あ、つまんど。いや、こっち来て、こっち来ますよ。ちょっと待ってくれ、新しいの来た。何？なんて？なんて？低すぎて分かんない。何言っとんか分からんじゃん、怖い。低すぎて。なんて言った？やんちゃしてたから言っちゃうかもしんないけど。いや、もうあなたも手錠してるから、手錠されてるからね、身動きが取れないから。まあ僕の地元ではね、手錠かけられても一発でやられる。いや、もうあなたも手錠か怒らせない、怒らせちゃダメで。これなんか、あなたこの事件の関係者だ。はい、僕はちなみに何もしてないんで、情報提供できるかな。え、じゃあ何をして、どういうあれになったの？どういうアプリング？まあそこに今倒れてる。ちょっとこれ大丈夫ですか？これちょっと大丈夫ですか？初めてなんですけど、僕の人生で出てきたのが。ちょっとびっくりしたな。初めて。自分初めてですね、これ。大丈夫。初めてだったんだね、こんな経験が。後ろばっかり出てきた。そういうことも分かる。俺から車が降ってくるっていうのは初めてだった。動転してる。まあ、落ち着いて。一応見てましたね、事故現場は。あ、じゃあちょっとシミュレーションしてもらって。はい。できないですか、ちょっと。兄弟あーそうですね、兄弟なんだ。双子の弟ですね。弟、はい。弟をね、手錠にかけられたら僕がどっちか分かんなくなっちゃうんで。分かります今、皆さん。どっちが僕か分かってますよね。左側あ、そうです、今僕は左側ですけど。さやかさん、ちょっとほどいてあげて。大丈夫。右の方ね、右の方ね。弟体から見て、くるって白くまでくるって。いや、君違うよ、左のあなたは違うよ。はい、うん、じゃあ弟は何？なんで同じ格好になってるの？親が同じ服着ろっていうことで。あれかい？そういうことか。親が買ってきた。ちょっと困ってる、いろいろ。だって二人ともほら、靴履いてないんだよ。あ、本当だ。どうしたの？靴って履いていいんすか？いや、ここ外だから、いい。外だから。
いや親がなんかそのどんてんがんだよ。あれお姉さんお母さんですかこれ。お母さん、お母さんなのこれ。お母さんなんで来んだよ母ちゃん。母ちゃん何したんだよ。母ちゃんちょっとお母様ちょっとお話聞いていいですか。はい。ちなみに、なんで今手錠されてるって感じなんですかね。万引きですね。そろそろ息子たちに靴を履かせたくて。あ、先ほどね、言ってましたけどね、うん、靴欲しいっつって。私は万引きしましたよ。うちの子何したんですか。何でちょっと開き直ってんの。開き直ってないですよ。あなた悪いことしたんでしょ。悪いことしましたよ。悪いことしたでしょ。で、息子さんの前でそんな恥ずかしいことしていいと思ってるんですか。恥ずかしくありません。恥ずかしくありません。私は息子のために靴を2つ恥ずかしいと思え。それ以上な母ちゃんに何か言うんじゃない。え、どっちこれどっち。どっちか分かんなくなってんじゃない。どっちだよお前。じゃあ署まで行くか。署まで行くか。連れてく。連れて行こう。もう関係ねえだろうがよ。じゃあ関係ないことがない。ちょっと怪しいから、怪しいから君が。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。俺の弟と母ちゃんあのまんまだ。それだけは勘弁してよ、ちょっと。これ車ね、とりあえずあなたは警察署に連れて行くから、署で会おう。な。てかちょっと待って、弟放置じゃん。よし、行きましょう、行きましょう。降りろ、早く降りろ。じゃあサイネが持ってもらって。オッケー。なんでこいつに持たすんだよ、毎回よ。ちょっとバレスタンプ見てくれ。ちょっと待って。何がだよ。オッケー、いや、何がだよ。いや、でも今調整したね、今。調整したねとか言うなよ、本当に。こっちも結構難しいんだから、ねじんの。おいおいおい、痛い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 、何、こいつ、なんだろう、こいつ。なあ、おい、ボールで、ぐんぐん、ボールで。ボールを軸に回るな。ボールを軸にすんな、お前。なあ、ボールを軸にすんな。おい、何してんだよ、お前は何をやったんだ。俺らだから、情報を提供するっつう。教えろって。俺だろ。教えろって。何があれだったのか。あれちょっと待って。弟来てるよ。弟が復讐しに来てて。弟兄ちゃん。弟今のね、射殺しちゃったからね。どこだ、どこ行った。弟、あー、やったまだ俺は残酷すぎる。冗談つってくれよ、冗談つってくれよ、お前。そうだろ。バヤさんが透明なんだけど。バヤさんが透明。嘘。バヤさん死んでる。冗談だろ。だって幽霊だろ。映ってる。いるよ。映ってない。嘘だろ。あ、バヤさん、バヤさんいる。いや、バヤさん映ってない。バヤさん映ってないよ。本当。嘘。いる。おい。おい、幽霊になってんじゃん、バヤさん。しやがってよ。おい、ちょっと待って。一回やられちゃったからか。なんだこれ。未練があったんだね。何の未練があるの。名前だけ浮いてる。いや、未練タレタレだよ俺。タレタレ。タレタレだよ。やり残したことばっかだよ。美味しそう、美味しそうだね。